お、始まった。はい。大ちゃんチャンネル、ビーハッピー、イエーイ、ありがとうございます。はい、ということで、今日は、大晦日ということで、私、てれーん、一人年越しそば、食べたいと思います。さっき、インスタのストーリーで、2021年、笑ったエピソードを、教えてくださいというあのストーリーをこう出したんですね。それを今日は皆さんからいただいたあのエピソードを見ながら年越しそばを食べていきたいと思います。待ってて2022年もう私はすぐそこに行きます。大ちゃんチャンネル。じゃあまず一つ目いきます。足元に置いてあった羽毛布団の袋をクリスマスプレゼントと勘違いして娘が中を見ようとしたでもさ、私もさ、自分が子供の時にクリスマスでさ、ママのね、あの車のトランクの中で私がサンタさんに頼んでいたローラーブレードが入ってることを目撃しちゃって、それはママにね、あの問い詰めたら、うん、入ってるよ、それで、それでってすごいあのそれ以上聞くなよっていうすごい無言の圧をすごく感じて、その時いろいろ察した。はい、次。すごい急いで、お手洗いから出たら、拭いて捨てたはずのトイレットペーパーが、そのままパンツになって、何これって次のお手洗いで出た時は、やめなー、なんでそんなことになるの、急げ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 やって、こうやってやって。でも、大ちゃんからのね、お願いです。もし街中でトイレットペーパーを引きずってるお友達を見かけたら、ぜひ勇気を持って、もし、って、もし引きずってますよって教えてあげてください。あー、ほんとこれ笑える。はい、次。娘の口から血出てると思って本気で焦ったらココアの粉つまみ食いした後でした。かわいい。ココアみたいな、かわいいんだけど。なんか私の友達のさ、女の子がさ、冷蔵庫にあった粉チーズをガガガガガってこう食べてて、でもそれやると怒られるんだって。で、ガガガガって食べてたらお母さんがお家に帰ってきちゃって、やばいと思って粉チーズを急いでこう急いで置いてバーって部屋に隠れたんだって。で、お帰りみたいな風にやったら、あれ粉チーズ置いてあるみたいな。うわ、もうこれ3年も賞味期限切れてるじゃんみたいな。気をつけて。はい、次。結構ツンツンして生意気な年下の彼が、年下の男、年下な彼がトリックアートをトリックアトリートでしょって言ってる。かわいい。あ、トリックアートって、あ、トリックアトリートのことだろみたいな。かわいいんだけど、いたずらしちゃうぞって。はーい。通話してください。はい、次。後輩とアイスの話をしてた時に、店長が休憩から帰ってきて、お帰りなさいませと言おうと思ったら、店長見ながら、美味しそうと大きい声で言っちゃった。このアイス超美味しくないとか言ってて、店長から帰ってきた。あ、店長美味しそうって言っちゃった。俺ってなるよね。私でってなるよね、店長もね。時がもしクリスマス前とかだったら、いろいろ意識しちゃうよね。俺美味しそうからみたいな、店長もいろいろ考えちゃう。あ、面白すぎる。はい、次。飛行機に乗り遅れそうで、急いで家出て、ギリギリ飛行機乗れて足元見たら、片方ずつ違う靴履いてた。CA さんもびっくり。本日はご登場いただきまして誠にお客様お客様足元ってなるよね、これね。まあ、現地について慌てて買うしかないよね。大ちゃんチャンネル。次いきます。温泉行って帰ってきたら、知らない人のパンツが私の荷物に紛れ込んでた。返して。困ってるから持ち主の方、パンツはやりすぎ。でもさ、温泉ってカゴに分かれてる、どこで入り込んだの。すごいね。後輩がゴールデンウィークに仕事終わりに気分よくて、恋のぼりの歌を歌ってチャリで帰ってたら、警察に職質されました。見逃してあげて。だって歌ってる歌、恋のぼりなんでしょ。屋根より高い恋のぼり、大きな孫いはお父さん、小さい拾いはおかま。あれなんだっけ。大ちゃんチャンネル。警察もすごく迷ったんだろうね。迷ったあげく、どうされましたって多分お声かけしたんだろうね。はい、次。食いしん坊の長男、常に食べることを考えていたのか、腹ペコだったのか、いただきまーすって言って出かけた。でも私もよくね、洗濯機のこと冷蔵庫って言っちゃう癖があって、はいはいはい、冷蔵庫って感じで洗濯機のとこに行くたびに友達に、ほんま、ママ食べるのってすごい毎回言われるんですけど、ちょっとおそば食べます。大ちゃんチャンネル。おそばを食べ終わったので、今度はカレーを食べます。ママ食べるの。はい、次。お風呂中のビデオ通話、
自分の画面には映っていない胸が相手には映っていたとこ。恥ずかしい。いや怖いよね。でもこれ要注意だね。お風呂中のビデオ通話。はい、次いきます。ケーキ作ってて友達が素手で卵を泡立ててた。レシピに手でって書いてたら、それでさ、そうだよね、泡立て器使うってことだよね。って泡立て器じゃなくて手動のこれでカッ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 って優しく空気を入れながら泡立ててっていうことをガーッとこれを指してたと思うんだけど、このお友達は手で分かったって言ってくれて、手でこうやってもっちゃもっちゃ。これが本当のハンドメイド大ちゃんチャンネル。このケーキ食べたのかな。はい、次。子供にじっと顔を見られて、なんでママ顔にポツポツたくさんあるのと聞かれました。毛穴です、毛穴です。時々ほんと子供って確信をついてくるけど、本当にその確信って一番傷つくよね。あなたのお気持ち分かります。そっとしておいてほしいもの3つ。毛穴、白髪、鳥に。もうこの3つはそっとしておいてほしいなと大ちゃんいつも思っています。だって好きで毛穴が開いてるわけでも、好きで髪の毛が白くなるわけでも、好きで一人見れるわけでもないんだもん。大ちゃんチャンネル。暑い夏の日、太った知り合いに暑いですねというつもりが、暑苦しいですねと言って、本当に暑かったんだよね。ただ言う相手が幸せ体験の友達だったから、ちょっとうっかり暑苦しいねって言っちゃったんだよね。本当に私から代わりに謝ります、ごめんね。はい、次。彼氏とドライブ中、あゆのモノマネしたら真顔で、俺そういう寄せた歌い方する人苦手と言われた。よくない、なんでよ、な、何えっていう風にやったら、俺ちょっみたいな感じ。よくない、なんだよ。母がとんかつのことをカツアゲと言ってきたことです。お母さん今日の夜ご飯何、カツアゲとか。まあ、ながち間違いではないけども、要注意よ、これは。ほんと面白い。はい、次。仕事でお客さんのマスクを取ったら、鼻の両穴にティッシュが詰められてて笑っちゃいました。私も似たような経験があって、NHK でリポーターをやっていた時に、中に入る ID を忘れちゃったのね。で、警備員の人に忘れちゃいましたってこう言いに行ったのね。で、そしたら、本人確認のために、マスク外してくださいって言われたから、本人確認ですか？あ、マスク取る。あ、わかりました。くしょ。すいません、ちょっと花粉症で。こういうことがありました。はい。なんで花粉症ってこの世にあるんだろうって思ったよね、本当に。次。鼻うがいして、待って。鼻ネタ多くない？続くんだ、これ。鼻うがいして、会社行って、上司の前でファックス確認しようとして、下向いたら鼻から大量の塩水が出た。残っちゃってたんだ。ファックス確認しようと思って、うん、って。もう一番びっくりしたのは上司だから、これ。って言って。しっかり出し切ろう、鼻うがいは。はい、次。現役 CA ですが、乗客利用の時、お客さんとしてその飛行機に乗った時ね、サービスに来てくれた方に、お飲み物はいかがですかと聞いた。職業病。次。理事長を噛みすぎて、理事ちゃんと呼んでしまった。理事ちゃんみたいな。理事長とかも固く呼ばれることはあれどさ、理事ちゃんなんて言われたこと絶対ないと思うから、だから理事ちゃんって呼ばれてもしかしたら嬉しかったかもしれないわよ。次。茶色のモコモコ服着て歩いたら、クマと間違えられて撃たれると思ってるので着れない。そこかわいいから、撃たれないから、私が守る。何があったんでしょう、おばあちゃまの過去に。ぜひこの冬チャレンジしてみて、あなた孫娘ちゃん買ってあげなさい。はい、次。6キロ減に成功した後、遊びに来た3歳の姪っ子に、なんで太ってるのと聞かれた。メイク気をつけよう。いや、かわいそう。時々ほんと子供って確信をついてくるけど、ほんとにその確信って一番傷つくよね。大ちゃんチャンネル。でも私も今年というか、2021年、実はね、結構太ったの。もうね、2021年何もやり残したことは何も洗い物ぐらいだと思ってたんだけれども、ダイエットをやり残しました。2022年、もっと綺麗になって、そして少しだけ痩せて、そして、ますますアイドルとしての道。はい、ということで、今日はここまでにしたいと思います。皆さん、たくさん面白いエピソード集めてくれて、本当にありがとうございます。お寄せくださって感謝です。この
コーナー私とっても気に入っちゃったので第2回もやりたいと思います。こんな感じで YouTube 始めたんですけれども、ぜひチャンネル登録そして高評価ボタン皆さんどうぞよろしくお願いします。また次回の動画もぜひ楽しみにしていてください。はい、だいちゃんチャンネルでした。ビヨッピー。